割と最近その音楽漬けなあの日々を送っていることを聞いて、今日のライブもすごい楽しみにしてきますっていうふうに何度もメールでいただいてですね、私もすごく嬉しくって、今日のきょうちゃんのライブを聞くのを実はとっても楽しみにしております。あの問題はさて音が出るかどうかというところらへんにありまして、スピーカーの接続がうまくいくんだろうか、出るまでにちょっと時間がかかっちゃった、うまくいくんだろうか、もしうまくいかなさそうに見えたらその辺の詳しい人があの手伝ってくれたらいいね、きょうちゃん。大丈夫です。大丈夫ですか？音出そう？ちょっと待ってくださいね。座布団いる？座布団は、座布団ですか？座布団もらおうかな。小さいけどどうぞ。ありがとうございます。時間が押してる中、いや時間はね大丈夫ですよ。あのそうですか、はい、ぴったりな感じです。皆さんあの今回のライブそろそろトイレが欲しいんですというふうになっておりますが、トイレに行きたくなった方は大変申し訳ないんですけど、あの近くの公衆トイレを今使ってもらってます。あの実は木村邸のトイレ、あの130年前にこの家が建てられた当時のまんまに残ってるんですけど、もう雨が入ってしまって壁が崩れてドアも外れて便器もあの昔のタイルもそのまま残ってるんですけど、実は今そこを使っていただくことができない状態になってます。なので、まあ、来ていただいたお客様には毎回あの近くの漁港に公衆トイレがあるのでそこ使ってくださいっていうふうに言ってるんですけど、まあ、歩いて1分ぐらいの近いといえば近いところなんですけどね、まあ、時々公衆トイレなんでトイレットペーパーがないとかすごいなんかいろんなものが周りにこびりついてるとかそのままできずに帰ってきてしまった人なんかもいて大変申し訳ないなということを感じてまして、で去年と一昨年はもう屋根が傷んでて雨漏りをしてて、でもうそこはとりあえずもうほっとくと建物の存続に関わることなので、とにかく急いで修理をしたいという思いでチャリティーライブをさせていただいてたんですけれども、今おかげさまでこのひどい大きい雨漏りっていうのはこのライブのおかげで止めれてます。小さい雨漏りっていうのはやっぱりすごく大きい雨が降るとその時だけあそこ持ってるとかあそこ持ってるっていう小さい雨漏りは未だにまだあるんですけど、まだ大事に至る状況ではなく、まだ特定できない場所なんていうのもあるんですね。あの雨漏り雨のたびに場所が変わるとかそういうことがありまして、降るうちはなので、まあ、雨漏りっていうのはもう今経過を見ながら修理をしてるという感じなんですけど、じゃあ大きい雨漏りがとりあえずは今止めれてるっていう状況で、じゃあ次はトイレ直したいなっていうのをずっと前から言ってたので、近くの大工さんにも相談をして、まあこんな感じでこんな感じやったらできるんじゃないかなんかっていう相談もさせていただいてて、オーバーロードって書いてある、はい、入ってることに入ってるんですよ、入ってるんだけど音が出ない、あ抜け取るし、うわうわちぎれ取るし、そうやってフライヤーを作らせていただきました。使ったんだな。はい。すみません。音楽があまり良くないんで、あ、そう。その前に木村邸が。トイレがないっていうことなんですけど、僕今非常にトイレに行きたい状態 で困っちゃったなって感じなんですけど、まあそういう中やります。音があんまり良くないんで電気を消してやりたいんですけど、一応映画のサントラみたいなつもりで作りたんで行ってくださいということで電気消させてもらいますが、構いませんか？ダメだと言われても消させてもらうんですけど